はい、ありがとう生態の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。20年間ね、まあ、変わった生態をやってきたんですけども、まあ、先ほど来られた方がですね、まあ、とにかくこう日々こう脱力できるようになったことが嬉しいと、いうことを言われました。そして、まあ、頭痛でね、こう吐くことがもう吐いちゃうぐらいのひどい頭痛がね、たびたびあったのが全くなくなったというね、ことだったんですけども、まあ、脱力できると何がいいか、まあ、もちろん緊張しない方がね、こう脱力できてた方がいいんだけども、もう一つ、歩くときにですね、勝手にこう腕がね、こう触れる、はい、だからこうやって歩くのではなくてですね、脱力できて、こう歩くことで、もうより、腕がね、こう緊張が取れる。そして、肋骨がね、きれいに動くようになると、これはマッサージ、内臓のマッサージになったり、脊髄のマッサージ、まあ、引いて言えば脳のマッサージになる。その歩くことで、体がどんどん緩むという形にね、持っていけたら最高だなという中で、まあ、先日もですね、東京のね、施術をさせていただいて、本当にこう、もう肋骨がなんか本当にぐにゃぐにゃこう動くような形になったお客様を見てね、これ整体、自分で言うのもなんだけど、すごいなと思って、その方もね、メールいただいて、昨日メールいただいて、まあ、さらにパワーアップしましたねというね、ことを言ってくださいました。とにかくこう、歩いて、歩くことで、まあ、緊張が、より抜けていくというね、生態、そんな生態を目指しております。ありがとう生態の平野でした。ご視聴どうもありがとうございます。